ロジェクト K, ト K キラーでございます。今回はですね、こちらです。すで第1レースから第5レースまでです。4の1の全で爆勝ちします。いいですか、もうこの辺りで満州にぶち当ててしまっても。4号艇昨日あんまり絡んでいません。1号艇3着固定か迷いましたが、今回は2着固定でいきたいと思います。4の1ので本日つ5日目です。大丈夫、つ最終日はイン逃げを狙うべきですけども、つ5日目は出ますから。満州が爆勝ち神回、どうぞ。俺からするので、さあ第1レースございます。1本目、5レース目、つ5日目です。4の1の前どうなりますでしょうか。なかなかね、もちろん厳しい買い方でございますけども、最近調子がいいので来る予感はします。1号艇3着はやめて、こういう時に1号艇3着やめて。ゼロ台のスタート切れ味増してまいりました。第1レース一般競争ツッキーです。1番ツッキーです。ダッシュ4番5番6番一歩目から来て、しました。わずかにスローゼ1号艇吉川2号艇クレバクレバ爆勝ちでしょう。もう1号艇吉川吉爪はい、内側が来た。3号艇を抑えてる隙をついていきたい。3号艇坂野桜、内側4号艇6号艇旋回も押し切って、1号艇吉川吉爪、2号艇柳橋宏、3号艇がまくっていって、1号艇がそれを抑えるのに苦戦している。その隙を4号艇がもうスーッと内側から刺してくる。そんな展開ですよね、この41は。いいですよ、インディゲ、インディゲ、いいですよ。次です、次4号艇絡んでくるよ。いい感じ。さあ第2レースです。まさかのインディゲ祭りなんてことはないでしょ。風速は1メートル、追い風、明暗分かれる格好となりましたが、流れを引き寄せたい3号艇宇野博之、4号艇松浦博と4コーススロー。本番レースも5コーススローとなった5号艇中村忠史、昨日はインから0-1の強烈なスシリーズ初勝利をマーク。短期のかましは6号艇高1点の池田だな。今の私ならいける。3番4番5番ダッシュ6番奇跡起きてスタートしました。インコースいいよ、大丈夫。3号艇攻めていって、4号艇は内側から焦らずに行こう。3回は1号艇坪井壮介、2号艇3号艇まとめて握って内をつくのは4号艇松浦博人、バックストレッチ押し切りました。早くも独走1号艇坪井壮介、2番手争いは2号艇安藤博隆に4号艇松浦博人が手を並べ、4番手から3号艇宇野博之、後方5号艇6号艇。第2レーススタート整了です。一周にマーク1号艇坪井壮介トップで組み、2号艇安藤博隆2番手で旋回、内をつく4号艇松浦博人、ホームストレッチ入って2番手争いは先手を取っていったのが4号艇松浦、内をついたのが2号艇安藤、この両者のせめぎ合いに4番手から展開見せる格好、3号艇宇野博之となっています。2周1マークの2番手争いは内側から2号艇安藤博隆先手を取る、角度をつけてズバッと内側4号艇、そして3号艇地元塩崎坂が3コースです。勝負がけの戦いは見事道中逆転でクリア。前節に続いて女子ただ一人もう第3レース、4コース角に4号艇相原俊明、5コースは5号艇北原高い、北原高いです。2日目以降はオール3連帯をキープであります村田、クレバ満州、クレバ全部満州、枠番通り2つに分かれて3対3、緩やかな追い風コンディション、この辺りでね、イン逃げ崩れますでしょう。早いところ崩れましょう。4番5番6番スタートしました。1号艇今だ、スタート優勢、2号艇原園、3号艇塩崎、インカラバン1号艇、4号艇内側からだよ、我慢して、そう来るよ、ちょっと、4号艇5号艇ズバズバッと来るが、わずかに2号艇春園コータが抜け出したか。なおスタートは正常、後方行ってアクシデントです。なお知らせいたします、4号艇相原は転覆のため失格、4号艇相原転覆のため失格です。上位の体型は2番5番6番の体勢となっています。そして内側から接近する3号艇塩崎坂です。2周1番から向こう正面レスキューの外を慎重に回ります。2号艇あと4号艇が転覆してしまった。5号艇村田修司が2番手、はい、第4レースです。大丈夫、まだ第4レース、まだ2本ありますから大丈夫だよ。どっちかできますよ、来てくれ。高い、来たら高い、来たらやばい、間違いすぎる。
3位での突破、この後第10レース準優勝戦絶好枠で行くだって5号艇大沢、6号艇出口マーコ、6コース3対3のスタート、来たやばい、競争1番2番3番ダッシュ4番5番来てくれスタートしました、角の4号艇スタートいいよ、まさにひろゆき好スタート、しかしスローで繰り返し1号艇古田翔平先手を取る、2号艇3号艇1号艇抑えて仕掛けるのは宮城、ねえあるよ、待ってあるよ、ねえ1号艇古田翔平先頭絞り込む、うわぁ4号艇混戦状態、わずかにセンターから覗いている2号艇金田大輔か、内からは4号艇笠木、外からは3号艇宮城が接近、第4レーススタート正常、2マークはトップでクリア、1号艇ウルタの外ぶっ回して3号艇三宅健太、内をついて4号艇旋回もなんとかこらえる1号艇ウルタですが、外から一気に差を詰め判定し3号艇三宅が急接近となっている、3番手は4号艇、こういうパターンまだ分からないよ、1着を争ってるパターンで何が起こるかまだ分からないよ、トップでクリア1号艇ウルタ翔平、3号艇三宅健太がここに行っていくが先頭リードを広げた1号艇ウルタ翔平判定し、3号艇宮城健太が2番手内をついた4号、ここまでがスローとなって4号艇新田智明、4コースかの1、はい、ラストです、新田選手に託した、新田選手我が運命を託しました、お願いします、5号艇栗原健治、頼む、地元6号艇浜野隆、奇跡をって最後の奇跡をって、されまして惜しくも上位着の差時点に泣いています、この6号艇浜野、ここは準優勝戦メンバーに遜色ない船証明となるか、第5レースインコースから1番2番3番いけるよ、大丈夫いける、内側内側から来、内側から来、もうね内側から内側攻めていっちゃえばいいのに、これもう最初からグインって内側からインコース、わずかに1号艇武田達也押し切って2番手争いは2号艇3号艇並走、わずかに内側2号艇野永瀬正隆優勢、外から3号艇安田義弘、内側からは4号艇新田智明で後方5号艇6号艇、第5レーススタート正常です、1周にはトップでクリア1号艇武田達也、握って回る2号艇野永瀬と3号艇安田義弘、内を回って4号艇5号艇旋回も混戦抜けて単独だからさ、野永瀬正隆3番手は4号艇調子がいい時こそ、もうね何回何回同じ失敗を繰り返してるの、調子がいい時にこうやって無茶な買い方をしちゃダメなんだって、調子がいいからって勝ったからってすぐ無茶な買い方して高みを目指す一発を取ろうとしちゃう、3号艇安田を回して調子がいい時ほどしっかり坊主対策しなければいけないのに、すぐねこうやってね満州を狙いに行っちゃうんですよ、狙いに行きたいんですよ、だってすぐ出ちゃう欲が、そういう時ほど坊主を恐れなければならないのに、ここはこらえて3番手4号艇新田智明、なんでな、1番2番4番の体勢3連単1、2、4で決まると 3.6 本当にね感情が邪魔をしますよね、3号艇安田義弘最終コーナー手前 V 際ギリギリつこうとしたが、1番の号艇新田が3番手守ってリードを広げ1、2、4すべて感情が邪魔をする、ギャンブルにおいて一番やっちゃいけないこと、感情で勝ってしまうこと、はーい、ガチ勝負してなくてよかった、ここでガチ勝負してなくてよかったです、不幸中の幸い、つまり勝ったようなものですね、これはもうガチ勝負じゃなくてよかった、勝ちました、
では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。